さあこちら宮崎駅の中にあるひむかきらめき市場の中に新しいお店がオープンしたので行ってみましょう。こちらが新しくできた宮崎地鶏屋南坊さんです。昨日オープンしたんですけど、僕はオープン情報を知らなくて一番乗りチャンスを逃してしまいました。残念。今日はランチを食べたいと思います。骨付きもも焼き定食、チキン南蛮定食、ランボー親子丼、クロスチキン南蛮定食、ランボー唐揚げ定食、やっぱこれですね、骨付きもも焼き定食いきましょう。すごいいいね。目の前で焼いてるのが見えるのが最高です。あ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうも、来ました、骨付きもも焼き定食。わー、骨付きもも焼きがジューシーで美味しそうだ。ハサミで切る感じだね。そしてサラダ、小鉢、味噌汁、ご飯。そして閉店してしまうお店を少し見て回りましょう。はい、こちら沖縄城フェニックスガーデンの中には待ちに待った宮崎初出店の松屋が来年2月にはオープン予定です。今工事中です。こちら長野屋さんは閉店してしまいました。残念です。こちら神宮のビッグモーターの前にはセカンドストリートが近日グランドオープンです。元漫画喫茶があったところですね。はい、こちらが新宮崎県プール工事現場です。ここ宮崎駅前のアートホテル前にはなんと宮崎初のタワーマンションができるそうです。すごい、タワーマンがついに宮崎に。ただタワーマンションといっても20階建てでございますので若干低めでございますが、宮崎初のタワーマンションがここに誕生予定です。はい、こちら立花通り沿いにある高級食パンの野上さん、残念ながら12月20日で閉店予定です。はい、こちらも立花通り沿いにあるホテルプリンススマートイン宮崎が来年開業予定です。こちらの宮崎県警察本部の中にある食堂が12月22日閉店予定です。
こちらは宮崎市大谷焼肉伊勢丹が12月25日オープン予定です。では食後のデザートを食べましょう。さあ、この宮崎青果市場のカンカン通り、ここにある、あった、これだ。この氷屋さんに100円のかき氷があるらしいんで、早速食べてみましょう。わあ、残念、閉まってる。100円のかき氷食べられませんでした。さあ、また市場に来ました。今日はかき氷が食べられるでしょうか。ここです、高原ミネラル株式会社。あ、こんにちは。あ、かき氷、あ、かき氷あります。あ、ありますかき氷。あ、ありますけど氷を出してないもんですから。氷を出してない。はい、あの一回外の常温に出さないと。あ、そうなんですか。泡が出る、できないんです。あのサラ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 はできるんですけどね。あ、サラ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 でいいですよ。いいですか。すごい、100円ですね、安い。あ、氷工場直ですので。安い、100円だ。一番人気どれ。青リンゴ。あ、じゃあ青リンゴください。あ、ありがとう。あ、来た。ありがとうございます。100円でいいんですか。はい、あ、税込みで。来た、青リンゴだ。安い、100円だ。開店当時から8年ありますけど、ずっと100円です。あ、8年ですか。はい、あ、すごい、100円はすごいですね。出してからですね。おいしい。